皆さんこんにちは、レック専任講師の海野貞子です。スマホで暗記司法書士のページをご覧いただきましてどうもありがとうございます。本書は3ステップで効率学習ができるようになっております。今回は私の方からステップ1、テキストとして使うについてご説明させていただきたいと思います。まずステップ1、テキストとして使う。今後ろに見本の画面が出ておりますけれども、このテキストは1-1などと今後ろに書いてありますけれども、こう一問一答形式で厳選した内容を挙げております。で、特徴となるのが理由付けをしっかりとですね書いているということ、そして図表をたくさん随所に設けたこと、そしてこちらこの上のところにも出ているようにですね、イラスト付きで非常に分かりやすく説明をしたという点にあります。で、こちらのスマホで暗記司法書士の前身となるセルフレクチャー、こちらをほぼ全て盛り込みまして、内容としては初級の方から、そして現役の受験生の方にまで使っていただけるようなですね、少しハイレベルな内容までもカバーしております。ぜひ本書をですね使って皆さん方の資格試験の勉強、またはその他の法律学習にお役立ていただきたいと思います。そしてステップ2並びにステップ3についてはこの後の動画をどうぞご覧ください。皆さんいかがだったでしょうか。このスマホで暗記司法書士、この本が皆さん方の法律試験の学習並びに各種法律学習にですねお役立ちいただくことを心から願っております。どうぞ皆さん、これをお役立てください。